あ、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ちょっと4分遅れてしまったんですけど、もう久しぶりですよね、ショールーム。ショールーム久しぶり。あ、そう、4分遅れてしまったにはちょっと理由があって、アングル、ペットボトルがさ、お家になくてさ、今だからさ、いつもペットボトルにガムテープでスマホ立ててるんだけど、なくて焦って、今もうここになっちゃいました。からちょっと下アングルだったけど、下アングルなんですけど、ちょっと許してください。めっちゃ見づらい。ファミ楽しかった、ありがとうございます。いつ倒れるかもうわからないぐらいのちょっとアングルなんですけど、許してください。あ、ちょっと待って、こんばんは。待って、これすっごい下アングルじゃない？こんばんは。ドラエグおめでとう、ありがとうございます。ドラエグです、ドラエグ。こんばんは。そう、16歳になりました。なんかさ、ここにさ、なんかいっぱい星とかさ現れるのにさ、現れてないんだけど。現れてない。誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。いいな研究所ファンミーティング応募しました、ありがとうございます。あともうちょっとですよね、1ヶ月後か。たまにある現象なんですか？なんか何もなく見えちゃう。そう、誕生日だったんです。何日も。おめでとう、ありがとうございます。そう、ケーキは2回食べました。まずいいな研究所で食べたのと、ドラエグのサプライズのケーキで食べました。めっちゃ美味しい。チョコと生クリームです、普通の。ありがとうございます。そう、チョコケーキといちご食べました。待って、本当にさ、やばくない？まあいいや。LINE はね、佐藤愛理ちゃんが一番先でした。でもその昨日前座だったじゃないですか。昨日の前座でもう初っ端から間違えてて、その15歳って確か言った気がするんですよ。もう16だと思って。そう、昨日の寝る前にその見返してたら、みたいな、あれ15って言ってないっけと思って。そう、16歳です。そう、昨日緊張しました。ステージに登る前にそのめっちゃ声、ブブブ。そう、うわーみたいな、
こんな感じなんだと思ってめっちゃびっくりしてました。怯えたっていうか、なんかすごい驚きました。でもなんか踊ってる時はなんかめっちゃ嬉しかったです。楽しかったです。です。あ、そう、初日公演も緊張するんですけど、でも楽しみです。てかもう2月になってから多分1回もショールームやってないんですよ。そう、ちょっと忘れてました。ちょっと今いつ倒れるかわからないアングルでちょっとやってるので、めっちゃ今あれです。あ、そう、昨日バレンタインでしたよね。特に何もなかったけど、そうしたくないとかじゃなくて、もう普通に忘れてました存在。今日はねメイクは変わってない。でもカラコン入れてないからめっちゃ目小さいです。黒目が小さい。あ、そう、のんちゃんのショールーム映ったっけ。でも稲研究所の間だから、そうです。あと多分お正月から、お正月からめっちゃ多分太ったんですよ私。もう顔が一生痩せない気がする。あと今日下アングルだからさ、うん、あ、そう、エリーさんとはね、あのハド、あの31日のハドで会いました。プレゼントもねたくさんくださいました。もうめちゃ全部可愛くて本当に嬉しかったです。今日めっちゃ下です。ハートありがとうございます。中地さん、オンラインファミも楽しかったです。あ、リップとかなんか洋服とかバッグとかお菓子ももらっちゃいました。あとチークももらいました。あ、そう、写真集にサインもね書いてくださって、もうめっちゃ嬉しかったです。そう。あと今日朝起きたらもうめっちゃこっちの目が腫れてたんじゃない、めっちゃ赤くなってて、そう、びっくりした。あともう最近鼻もやばいんです。あのね、寝る前、そう、寝てる時にめっちゃ苦しくて起きちゃうんですよ。で鼻かんでも特に鼻水もあんま出ないんですけど、あの、そう、めっちゃ苦しくて。認知してもらえるにはどうしたらいいか、え、なんだろう。でもツイッターとかなんかたくさんコメントとかしてくれたらめっちゃ覚えます。そう、
も絶対さ鼻もなんかさアレルギーありそうなんだよね。そう前に眼科行った時になんか鼻もかゆいですかって言われたんですけど、かゆかったんだけど、あの嘘はついてない、かゆくないですって言っちゃったんですけど、ちょっとかゆいって言っとけばよかったな。したら見てもらったかもしれない、ね、なんかさ鼻焼く、なんか鼻焼く、鼻の中焼くみたいなのはないですか？なんかどっかで見たんだよね。コッコって誰がつけたの？もうちっちゃい頃からです。そう、なんかありますよね。あの北海道いる時はでも中1はなくて、小学生の頃もなかったんですけど、いつだろう、もうでも1年以上ずっとかゆい。 B4 でも20問中10問しか答えれてないんですけど、そうでも痛いみたいな、痛いですよね絶対。でもちょっと焼いてみたい。私バレンタインチョコ誰にもあげてません。悲しい。そうでもあのめっちゃもう中学校の頃とか小学校の頃とかはもうめっちゃ頑張ってました。昨日の前座のこと少し、なんか普通にもう16歳で間違えただけ。エリちゃんにはもう絶対負けます。勝てる、だって普通のテストでさもう負けてるなら無理じゃないですか。あ、待って、やばい。誕生日をありがとうございます。やばい、なんかもうコメント集中できてない。もういつ倒れるか分かんないからさ。小浜ここねです。そうスマホスタンド買おうと思ったけど、そんな毎日配信とかさしてないからさ、もうそうなんかもったいないなと思って買ってないんですよ。ココちゃんお誕生日お前でと同い年で嬉しいです。嬉しい、ありがとうございます。ビビちゃんありがとう。今はあのガムテープをカバンに、あの重ためのカバンに貼ってます。ツイッターのプロフィール15歳のままでした。変えます。そうオンラインファン見てどんな感じだった？いい件でやるなら大雑把でいいから。なんかズームでなんかナムココとあと
といろんなファンの方の顔がめっちゃ映ってて、それでなんかいろいろやってました。ねるねるねるね、誰が一番早く作れるかとか、あと質問とか、なんか本当に話す感じです。そう話してました。ファミ最高に楽しかった、ありがとうございます。そう、あのファンミーティングめっちゃ可愛い女の子がね、何人もいたんですもうどっちがアイドルか分かんない感じでしたあ、でもあの画面絶対につけるっていうわけじゃなくて、そう、あの別に画面オフにしてもいいけどみたいな。もうやばくない画角もうやばいんだけど、もういいよね。え、別にうるさいとかはなかったです。嬉しい嬉しいんですけど、そんなさ1回目ってすごいびっくりするじゃないですか。だからめっちゃびっくりしてました。え、もうみんな可愛かったです。こんばんは。お、待って、タワー来てるの？けどさ見れないんだよね。もうタワーも何も立ってないんですよ、ここ平地平地だからさ、え、見れない。あ、ギフトのとこで見る。あ、こうくんタワーありがとうございます。ありがとう。福パパさんもケーキありがとうございます、うん、ありがとうございます。ありがとう。かわいい、ありがとう。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。16歳。こっちあのお話し会で誰かがやってくれて、これ覚えました。うん、でもどっちもやりました、一応どっちかわかんないので。うん、あ、ピーキーありがとうございます。ぶっちゃんさんもありがとうございます。モッチーさんありがとうございます。あ、そう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 、え、ちょっと待って、本当にさ画角がおかしいね。あ、
とそう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 、あのねるねるねるねのさコーラ味あるんですか？え、それ知らなかったんだよね。なんかそのんちゃんがさツイッターのやつでさ、なんかファンの方がさねるねるねるねのさコーラ味なんかその写真を見せてくれて、え、コーラ味あるんだと思った。え、ちょっと待って、本当に画角やばいよねこれ今。今声小さいらしいので、うん、大丈夫かな。もう持ってやるか。もう持ってやります。コーラ味だけ20円ぐらい高かった。そうなんだ。もう持ってあります。アイシャドウはクリを使ってます。持った方がいいらしいです。なんかもう絶対顔違くなってるね。なんかもう最近顔変わった気がするんだよね。よき、ありがとうございます。遅くなったけど誕生日おめでとう、ありがとうございます。そう、ちょっとじゃない、緊張しますするけど、絶対多分みんな優しい方だと思うので。あと最近さ前髪もさちょっと重くしたんですよ。だけどなんか今日薄いんだよね。あれ、なんか前髪もさまたちょっと薄くなったんだけど、そうなんかここの端っこの前髪をあのねここまでね伸びてたんですけど、そうここまで伸びてたんですけど最近切ってちょっと横の幅をね広げたんですよ。なのにちょっと薄くなってる。まあいいや。28日当選したい、できます。声援は驚きました。17日なんですね、当落発表。ふる。え、だよね、のんちゃん。マジ一緒。日によって本当に前髪の薄さが変わるんです。ココちゃんの目が好きです、ありがとうございます。目サインも応募したよ、ありがとう。可愛いから可愛い投げちゃいました。え、ありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。これは全く怖いとは思いませんでした。座右の目です。
雪まつりはね、あのあれ行ったことない気がするあのそう雪まつりは本当にずっと憧れてたんですけど、あの一回も行ったことないんですよ、北海道にいるのに。お話し会どんなこと話せばいい？お話し会はもう本当に何でもいいんです。そう、来てくれることがね嬉しいので。いいな研究所入会しちゃいました。チェキ応募しちゃった、当たるか。ありがとう、嬉しいありがとうございます。うん、おタワーもうさ見れないの悲しい。あ、レオさんタワーありがとうございます、ありがとう。そう、あの昨日と今日でさめっちゃ風強くないですか。めっちゃ寒いんだよね昨日と今日。タワーありがとうございます。またタワー、ありがとうございます。としきさんタワーありがとうございます、ありがとう。そう、今日の札幌は雪でした。まだ雪降るんですよねもう忘れ、メンバーからタンプレもらった。ソララとのんちゃんからもらいました。あとゆきたんもあのチョコくだもらチョコをねくれました。にあのパッケージにメッセージを書いてくれて、もうめっちゃ嬉しかった。お誕生日タワー嬉しい。イエイ。北海道出身です。豆もやしさんはオンラインファン見てましたっけ。来てたよね確か。秘密、何の秘密だ。多分この涙袋のここ今めっちゃキラキラしてると思う。そのんちゃんからねグリッターをもらったんですけど、それを今日つけました。あ、ここならわかる。これあ、そう、上がソララからもらったやつで、ここの涙袋がのんちゃんからもらったやつつけました。あ、豆もやしさんタワーありがとうございます、ありがとう、嬉しい。テカテカしてる秘密タワー初めてこんなに推したいと思えるメンバーに出会いました、大好きです。嬉しい、ありがとう、大好き。本当にねあれです、コメントしてくれてるほぼみんな結構ショールーム来てくれる方なので、
もう覚えてます。そう、キラキラ。かつげめっちゃ久しぶり、めっちゃ久しぶり。かつげ飲みたい。絶対ね、家の冷蔵庫にねありました。なんかさ、かつげ、あ、それは東京にもあった。オノピーさんは覚えてますよ。あ、そう、みずみ見たショールームのやつですよね。認知してください。コメントたくさん読んでくれてありがとう。もう覚えました。そう、なんかカツゲンっていうのはなんかね、こういうなんかペットボトルはないんだよね、確か紙パックで。なんだろう、どういう味なんだろう。でもなんか本当に甘い感じ。なんかそう、カルピスとちょっと似てるかも。カルピスをめっちゃ甘くしたような感じ。誕生日おめでとう、ありがとうございます、ヤスさん。そう、こんばんは、ケンゾさん。そう、ドライグココメールの返信は読んでる。ココメールの返信、あ、ツイッターですか、見てますよ。でもあれさ、自分の本名でさ打つんじゃなくてさ、ココメールって調べないと、そう、返信出てこないですよね。でもめっちゃ嬉しいです。そう。うん。こんばんは。マミ、あ、おいしいですよね。なんかめっちゃおいしい。あ、そう、最近ね、牛乳ハマってるんです。牛乳、そう、泣いてない、鼻水がもうやばい。お、流れ星ありがとうございます。嬉しくて笑っちゃい、めっちゃ嬉しい。結構辛い、手で持つの。そう、あのストローがあるんですけど、ストローの中にビーズが入ってて、それで牛乳に入れて飲むとめっちゃ味がするっていうやつがあるんですけど、それがね本当に最近ハマっちゃってね、飲んでます。今日の朝も飲みました。牛乳、そう、あのファーミ来て、オンラインファーミ来てくれた人はね分かってると思う。でもね、セブンとかに売ってないんだよね。どこに売ってんだっけ、忘れちゃった。なんかさあるじゃん、なんかストローがあってさ、中にビーズがあってさ、ココアとかそういうチョコとかもあった、プリン味もありました確か。そう、あったんですけど、それハマってます。一生多分ハマっちゃうんだよね。 お花ありがとうございます。社内自由業さん、もうずっと覚えていますよ。もう何年前から覚えてる。水だとちょっと美味しくないかもしれない。あ、そうなんだ、あるメンバーが配信でそれで飲んでた。美味しいよねやっぱり。
誕生日おめでとう、ありがとうございます。スマホ持つの、肘を膝の上に乗せるトラック今乗せてます。体育座りになってます。おすすめはやっぱり牛乳、ごくごくごく CM だ。そうね、ほんとやばい、鼻水やばい。もう大丈夫。うん、メーカー忘れてないですよ。もう肘の件失礼しました。かわいい。明治とか森永とか牛乳の CM、 やっぱりおすすめは牛乳。美味しい牛乳は一番好きだけど。ハドって何時間ぐらい練習してる？1時間もないな。1時間もないぐらい。ナナのおじさんだ、おじさんさんだ、覚えてますよ。そう、ピンクメイク、私でもめっちゃメイク下手です。そう、あと多分メイク映えしない顔だと思います自分。そう、あ、そう、ファンの人とハドの試合してます。素材を生かすんじゃなくて、なんかメイクがさめちゃ映える顔の方いるじゃないですか、元がいいみたいな。みなって呼んで、明日からまたお仕事また頑張れ。みなちゃん、みなちゃん、ちょっと鼻かんできてもさ、今ちょっとアングルがやばい。誰かティッシュ取って、誰もいないけど。でもあと42、あと20分しかないからさ、鼻かんでる時間も合わさるんで、終わる頃にはもうここまで来てるかもしれないけど、ちょっとそれは許してください。16歳です。あ、タワー、ジョータさん、タワーありがとうございます。ありがとう、覚えてますよ。そう、ちょっと時間経つとアイシャドウの色消えますよね。特にピンクとか消えますよね。え、2個、え、2個、ありがとうございます。うん、ありがとう。
おお16歳になったけど、いやなんかもう何も変わらなすぎて普通だけどなんかもうザ高校生って感じがします。誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとう。中学生に見える。まあでも若く見えるってことだからいいでしょう。そう、私はもう絶対身長はもう今後伸びない気がする。てかもう縮んでる気がするんだよね。あ、そう、あのお母さんもあの何週間前ぐらいに来たんですけど、なんか身長縮んだって言われて、なんか身長ちっちゃく見えるって言われたんですよ。そうだから絶対縮んだ気がするんです私。あと普通あのなんかそれには多分理由があって、なんか最近ではないけど、なんかめっちゃ膝の歩くと膝の上がめっちゃ痛くて、そう、それ理由かなって思ってるんですよね。なんかそう膝の上がめっちゃ痛いんです。膝の上じゃない、膝の上かそうなんかなんていうの、なんか引っ張られてるような感じの痛みがして、そうそれの理由で縮んでる気がする。病院で見てもらおう。身長は伸びたい。まあもうそう170センチ、いけるなら行きたいですね。はい、いちご、いちご、えりちゃんのあのパクパクパクが可愛かった。ショールームでやってたの見て、ともるさん、タワーありがとうございます、ありがとうともるさん、間に合った。タワーだ明日受験です、応援してください。ゆめさん頑張ってください、見てます、本当に頑張ってね。おーい、かわいい、ありがとうございます。朝は起きれます。そう、あの毎日ね夜、あ、嘘、これは嘘、嘘ついた私見れてないんだよね今日に限って。もうここ何にもないの本当に。なんかポツンとノーネームっていう男のキャラクターの人しか立ってないんですよ、悲しい。
ジュンニさん、ケーキありがとうございます。ありがとう。そう、あ、ウェルシア行って応募したよ、ありがとう。当たりますように。みんなでスクショをツイッターに。ちょっと判明の時はやめてくださいよ。タワー立ちまくり、嬉しい。あ、スマホを回転して戻すと治るかも。ちょっと怖い、何かが映りそう。ちょっと徐々に、何も映らなければいいけど、ちょっと怖い、怖すぎる。ちょっとやめましょう。ふう、そう、やめました。怖い。事件終わったらココナ、お、コッコのお話しか行くね。劇場公演も見に行く。嬉しい、大好きだよ。めっちゃ小声、嬉しい。待ってるね、頑張ってください。安心第一、受験生頑張る。こんばんは、レオナさん、こんばんは、こんばんは。なんかプレゼントはね、確かなんか昇格をしないとなんか受け取れない気がします。でもお手紙とかめっちゃ嬉しい。手紙、そう、お昇格、そう、みんなからもらったお手紙をこうほっぺにこうスリスリしてます。嘘ですけど。そうだ、ファンミーティング、制服ですよね。あれば。そう、制服、え、制服ってどんなのだろう、どんなのだろう。でも16歳だから16歳の制服、当たりますように。ファンミでさらにノンココラブになった。嬉しい、あやねちゃんありがとう。ココタイム、あ、9時までだ。結構これはもう、ホームシック、今は大丈夫です。9時まで配信だけどもう終わります。じゃあ55分になったら57分。手持ちなんです。でもまた近いうちすると思うので、まあ、いつになるか分かんないけど。
4800円、嬉しい。でもこれってさ、あの抜けた人のさ分のさ数もあるみたいな聞いたことあるね。どこで聞いたんだっけ。そう、りーちゃんがコックの真似してた。え、いつですか。そう、私10時までできるんですっけ。もう16歳ってできないよね。10時まではできませんよね。そう、9時までなんです。できるね。できますか。できるけど、そう、9時までって言ってるので9時までにします。10時もうできるようになった。そうだ、なったんです。なりましたけど、今日は9時まで、9時1分。そうだ、そんな急がなくてもパッて終わらないんだ。もう9時過ぎても。コッコ沼嬉しい。延長はしません。私はでもいつか、いつかじゃない、そう、あ、もう56分だ。あ、57分か。もうすぐ忘れ、あ、スクショタイムやってない。今日スクショタイムします。どうしよう、どうしよう、ポーズどうしよう。でも片手しかないんだよね。自撮りするとき大体これしかない。お餅、塩ラーメンポーズ、17期ポーズ。小顔ポーズ、活言ポーズ。ぐらいしかない。あ、よし、57分になったのでやめたいと思います。あれ、これ何位だっけ。13位か。13位、武田だけさん、じゃん、ありがとうございます。12位、高広レインボーさん、ありがとうございます。11位、ぶっちゃんさん、ありがとうございます。10位、じゅうにさん、ありがとうございます。9位、台湾のおさん、ありがとうございます。8位、レンミスさん、ありがとうございます。7位、レオさん、ありがとうございます。香港。6位、としきさん、ありがとうございます。5位、豆もやしさん、ありがとうございます。4位、こうくんさん、ありがとうございます。3位、ともるさん、ありがとうございます。2位、福パパさん、ありがとうございます。1位、ジョータさん、ありがとうございます。ありがとう、みんな。みんなありがとう。パチパチパチ。ありがとうございます。もう私はちょっと、ここがもう何も見えないから、それだけちょっと悲しかった。配信ありがとう、カズさん、ありがとうございます。みんなありがとうね、誕生日のおめでとう。
いろいろ祝ってくれてありがとうございます。9時あと1分ありがとう。まあちょっとそう鼻水はここまでは来なかったんですけど、ちょっと良かったです。ありがとうございます。おやすみ。ありがとう。あと1分ありがとうございます。大丈夫でした。ありがとう。バイバイ。